ウィリアム・ウォレス、ビリー・リンカーンは、第16代アメリカ合衆国大統領、エイブラハム・リンカーンとメアリー・トッド・リンカーンの三男。11歳で病死した。ビリー・リンカーンは1850年12月21日に、エイブラハム・リンカーンとメアリー・トッド・リンカーンの三男として出生した。下の兄のエディ・リンカーンは10ヶ月前の1850年2月1日に亡くなっていた。イリノイ州スプリングフィールドに在住していた期間に、ウィリーとその弟のタッドは悪名高いいたずらっ子とみなされていた。エイブラハムと法律事務所を共同で経営するウィリアム・ハーンドンは棚から本を引っ張り出し、事務所内を引っかき回している子供たちにエイブラハムが気づいていないと書き残している。両親と同様に勉学を好み、非常に賢い子供であった。詩を書き、鉄道の時刻表を作成し、数学に優れた能力を発揮した。また、穏やかな心を持ち、タッドより良心的であった。エイブラハムが1860年、アメリカ合衆国大統領選挙に勝利して、アメリカ合衆国大統領に選出されたため、一家はホワイトハウスに移住した。ここがウィリーとタッドの新たな遊び場となった。メアリーの要請に応じて、ジュリア・タフと、彼女の14歳の弟、バドと12歳の弟、ホリーがホワイトハウスに呼ばれ、二人の男の子はウィリーとタッドの遊び仲間になった。また、この三人の指定の長兄であったチャールズ・サビン・タフトは内界であり、1865年4月14日夜、エイブラハム・リンカーン大統領がフォード劇場で狙撃された際、偶然に客席に居合わせ、同じく居合わせた外科医、チャールズ・リールと共に、遭難直後の大統領を診察した医師二人のうちの一人となった。ウィリー・リンカーン。1862年に撮影ウィリーとタッドは1862年、初めに病気になった。汚染されたポトマック川からの水が病気をもたらしたと見られている。ウィリー・リンカーンは1862年2月20日に、おそらく腸チフスと見られる病気によって亡くなった。11歳没。エイブラハムは私のかわいそうな坊や。この世にはもったいない存在だった。彼は神の家に呼ばれたのだ。天国でより幸せになることを知っているが、我々は彼をとても愛していたんだよ。辛い。彼が死ぬのは辛いと述べた。メアリーは4人の息子の中でとりわけ、ウィリーを愛していたので、ショックは大きく、葬儀に出席できないほど落胆した。南北戦争中であったため、世間は息子の死を見とることができたのは大統領夫人の特権だとメアリーに対して非難を浴びせた。両親の失意の状態はその後もいつまでも続いた。エイブラハムは3年後の暗殺される当日に戦争と最愛のウィリーの死が夫婦にとって多大な不幸をもたらしたが、立ち直らなければならないとメアリーに話している。ウィリーと非常に仲の良かったタッドは、兄の死後もしばらくは、病気が回復せず、兄を失った悲しみですすり泣いてばかりいた。ウィリーは、ジョージタウンのオークヒル墓地に埋葬された。1865年の父親の暗殺後に、ウィリーの棺は掘り起こされ、一時的な墓に移された。1871年9月19日に、スプリングフィールドにあるオークリッジ墓地に、父のエイブラハム、下の兄のエディ、弟のタッドと共に再埋葬された。ありがとうございます。